はい、どうもどうも、ベッチーチャンネルどうも、ゆうすけです。今日はね、新しいラバー買いました。ヨーラさんのダイナライズ、これ7000後半する、ヨーラの最高級ラバーあります。でいつも使ってたのがアイビスね。これ俺のいつも使ってたラバー、これ先に言ってもらっていい？あ、これですか？はい、うん、これいつものラバーね。ドライブ止まっていい？はい、じゃあ、はい、じゃあ、今いいボールだね。ヨーラさん使ってもらいましょうか。じゃあヨーラ、ダイナライズ。はい、ダイナライズ、ダイナライズ。あ、飛ぶな。やばいでしょ。なんかドイツ版テナジーって言われてるらしい。はいよ。あ、飛ぶな。めちゃくちゃ弾む。そして回転かかる。あー、ナイス。あ、ごめん。あ、いつもアイビス打ってみます。いつもアイビスね、これ全然違います。もう違うでね。スピードが違う。違う。こすらないよ、こすらない。しんどいです。ダイナライズ。あ、このぐらい全然違う。バックが全然違うよ。アイリス。もうこすら大変なんですよ。ダイナライズ。めっちゃ飛んでるんですよ。僕プッシュできなかったと思うんですけど、プッシュできなかったのってラバーが悪かったんだな。ラバー悪くないんだけど、粘着ラバーを使ってたのが原因だったのかなと。じゃあプッシュしてみますか。めちゃくちゃしやすい。バックでいいですか？バックでいい。ごめん。持っちゃうんだよね。まあ、ナックルが飛ぶからいいんだけど、全然回転かかんない。でバック。そうそうそう。はい。いいよ。どう？あ、しっかり捕まえるってことだよね。聞いてんの？でもさ、捕まえる前に飛んでいかない？そうなるってことなんだよね。そうだね。そうだね。ってことは飛ぶってことなんだよね。そう。どういうことだった？つまり、うん、ダイナマイト、うん、これって D と Y と N で、うん、不吉な予感もするよね。これってもしかして、うん、フリーメイソンかもね。はい、使ってみたんですけど、バタフライでいうほんと手なじかなと思います。僕自身ハイテンションは3年ぶりぐらいなんですけど、もうやばい、気持ちいい。もうこれに変えてから毎日もう気分も晴れてる。なんかいつもね、アイビスっていう粘着のボールがラバー使ってたんですけど、粘着ラバーってみんな回転かかると思ってないですか？回転かからないんですよ。で僕のドライブって遅いから取りづらいだけで回転かかってなくて、なんで点数取ってたか、相手やりづらくしてたかっていうと、ナックルのバックプッシュが出るから相手嫌がってですね、僕テニス取ってたんですけど、ハイテンションにしたらナックルボールもう出ない、勝手に回転かかる。もうテナジーとか一緒っすね。当たった瞬間回転かかるんで、
もうドライブ簡単だし、プッシュ簡単だし、スマッシュも簡単だし、何がやりづらいかっていうと、ループドライブ難しいですね。遅いドライブ自分で調整効かないっすね。今まで使ってたアイビスってやっぱり回転かからないっていうところで勝負してたんで、やっぱり回転かかるっていう世界に来ちゃうと打ちやすくなる反面、勝てなくなっちゃうような心配はしてるんですけど、ちょっと大会の動画をねこれからお送りして、まあ、どんな感じかって見ていただきたいなと思うんですけど、悪くないっていうか、悪さしないラバーだなと思います。めちゃくちゃ弾みますこれ。でも不快感がないですね。だからループドライバー打ちにくい。バックには良かったのね。まずね、もうはい、いいってことだよね。ってことなんですよね。もういいってことだいいってことだね。フォアよりかな、これ。柔らかい。フォアよりですね。なんかもうどっちかっていうとやっぱ。バックだとやっぱり飛びすぎちゃう。なんだ。バックはやっぱもうちょっと硬いのが好きなんで。好みの問題ね。好みの問題ですね。なるほど。フォアにいいかなと。これです。秋に出たらしいんですよ、これ。去年発売したラバーなんですけど、新色がね、今年の秋に出たばっかりのラバー。概要欄から買ってみてください。はい、ありがとうございました。編集するの大変そうだ。